このガラス容器の中に植物を育てることをテラリウムというんですけれども、簡単に手入れの手間が少なくて、でお部屋の中で植物を楽しんでいただけるというのがテラリウムになります。その専門店をテラリウムスとして、オープンいたしました。こちらではこのテラリウムの作品を、飾らせていただきまして販売をさせていただいていたりとか、あとテラリウムを作る方向けの資材とかを、ご用意していただいて、いたりとか、あと初心者の方向けにワークショップをですね、開催したりとか、あともう、趣味とかですね、今後こうクリエイターとして活動したいという方向けの、クリエイターコースというような教室を開催したりとかをしております。テラリウムってここガラス容器の中に入ってしまっているので、この中で基本的に水分は循環をしていますので、水やり必要になってくるというのは大体1ヶ月に1回ぐらいですね。で、中の植物をちゃんとこう揃えてあげられれば、その必要な光の明るさを揃えてあげられれば、暗めのお部屋でも、育てられます。例えばもう照明しかないお部屋とかですね、マンションのトイレみたいなものところでも照明だけ入れてあげられれば育てることができるというのがテラリウムのいいところですね。テラリウムの魅力なんですけれども、まあ、まず手軽に育てられるというところも一つなんですが、この中に風景を作り上げられる箱庭みたいなものを作れるというのが魅力だと思ってまして、もちろんこう私たちが作った作品もそういうことを意識して作ってますし、ご自身で作っていただくときも、なんか旅行に行ったときのあの風景とか、あの映画のワンシーンのあの風景のようなものがこう自分で作ることができるのが、すごい素敵なところだなと思います。どういうものを作るかっていうのは、まず 100% 全部決まってるわけじゃなくて、まあ、大体 50% ぐらいこの容器に対してここに岩を配置して、ここにこういう植物を配置してっていうのを、まあ、50% ぐらいイメージしてから作り始めるんですけれども、やっぱり自然のものなので、なかなかその 50% の残りの半分 50% は作りながら決めていったりとか、まあ、変更したりとかしていくので、それでこうなんか新しい発見があったりとか、思いもよらぬ風景ができたりとかするときはすごい楽しいですね。Thank you.